皆さん、こんにちは、藤田信也です。リチャード T ニューヨークスタイルを愛して早30年経ちました。今回、10分ピアノの、ボリューム3ということで、3回、続きましたね。まあ冒頭に弾きましたように、今回はリチャード T の、名曲中の名曲、ストローキンの、イントロ部分と、それとこの、中間の感想のですね、このエッセンスが詰まった部分を、2回ぐらいに分けてやろうと思います。10分ピアノなので、10分でまとめないといけないっていう、まあ、非常にこれがですね、難しいんですけど、10分にまとめるっていうところで今日はまあイントロ部分だけをまず第1回目やろうかなというふうに思ってます。この10分ピアノっていうのはですね、リチャード T そっくりに弾こうとか、これがリチャード T だみたいな、そういう、こう正解とか間違いとかそういったことがをやる趣旨ではなくてですね、例えばピアノを初めて弾く人とか、まあ、ピアノをこれから弾こうっていう人は、まあ、こういう例えばスタイルに触れてもらえれば、まあ、すごい嬉しいし、またピアノ弾いてる人はですね、普段鳴らしたことがないようなこうコードであったりとか、まあ、そういった新しい和音みたいなのを鳴らしたり、新しい弾き方をこう、吸収することでなんか新しい発見ができたりとか、まあ、そういうことにお互いがこうシェアし合えて共感できたらいいなというふうに思って、まあ、作ったのが一つと、リチャード・ティーがこの生み出したこの素晴らしいピアノのこの要素がですね、皆さんを通してまたこう引き継がれていくことが少しでもできたらいいなというふうに思って作ってます。それでは始めましょう。1オクターブ高いところ、同じ音です。はい、ここからゆっくりやります。なんかゆっくりやってると何やってるかわからないんですけど、これはの部分ですね。これをゆっくりやると、まず、この半音このずらすこういうコードはですね、T のニュアンスでも非常によく出てくるニュアンスなんで、これすごいかっこいいコードの、なんで覚えたらいいと思います。うん、でもう一回いきますね。うん。はい、これが右手の、パートです。はい、それではですね、左手のパターンを、やりたいんですけども、実は左手はすごい実はシンプルです。基本この、キーが F、ファーの音をずっと弾いてるということになるんですけど、まずはちょっと弾いてみます。
はい、これを一つずつ、バラしていきます。最初はもう、ファーの音だけですね。ずっとファーダンで、ここちょっとここだけ複雑ですね。メトロノーム鳴らすと、スイというふうになります。そして次がですね、あのリチャード・ティーのこの黄金の左手が、このフレーズが出てきます。これがいよいよ出てくるわけですね。ファ、レ、ミのフラット、ミ、右手と組み合わせてやってみます。さっきの右手ですね。スリー、フォー、これを、もっとゆっくりやってみます。フォー、というふうに、なります。そしてまたあの同じですね。で最後だけ、ここはですね、層の音から半音ずつ上がっていきます。でまでですね。もう一回いきます。タンタンタン、ソーバー、半音ずつ上がる。タン、右手と一緒に合わせてやってみます。という感じですね。なので、まず最初はあのだいたい3つぐらいのグループに分かれますね。あのまずは、ファーの音だけで、難しい人はこんな入れずにもずっとファーの音だけ押さえてても実はできるんです。最後ここだけ、こういうところから練習してもいいと思います。まず、これが、ストローキンのイントロのですね部分の、前半になります。それではですね、先ほどまでここまでやったものを、だいたい80ぐらいですねのテンポで、やってみたいと思います。1、2、3、4。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はまずストローキンのこのイントロ部分の前半ですねを、終わります。またですねこのストローキンの、実際 の、 あの私のライブのですねあの演奏での動画とか、見れるようにしておくので実際にあの見てみてください。また、近いうち次回ですねこの、後半戦の、部分ですねこれを、またやっていきたいと思いますので、まずは皆さんこの、イントロの部分を思いっきり練習して、ニューヨークの空気と風を、思いっきり感じて、ニューヨーク旅行に行ってください。ということで、それでは今日は、終わります。じゃあまた次回。